投資主価値向上に向けた当期実績と今後の取り組みについてご説明いたします。まず分配金についてですが、当期の実績は前期比35円の減配となりましたが、内部留保を活用し2411円となり、目標として掲げていました2400円以上を確保いたしました。今38期は増収増益を見込み、内部留保の取り崩しを行わずに前期比プラス15円の2426円を確保する計画です。一方、翌39期はテナント退去等の影響から減収減益を見込んでおり、50円の内部留保取り崩しを行い2400円を確保する計画となっています。オフィスマーケットを取り巻く環境は楽観視できない状況が今後も続くと思われますが、今後も2400円以上で安定化させていきたいと考えています。 ESG への取り組みについてですが、当期は2021年のグレスビーリアルエステート評価で最上位の5スター、開示評価で A レベルを取得しました。また TCFD 提言に基づき気候変動に関する訂正評価を実施したほか、温室効果ガスの削減について2030年と2050年をターゲットにした中長期目標を設定しました。当期末のポートフォリオ稼働率はリーシングに注力した結果、前期比 1.7 ポイントプラスの 98.0% となりました。また個別物件の稼働状況についても、満室稼働から 98.2% に稼働率が低下した品川を除き、軒並み稼働率は改善しました。こうした状況を反映し、当期のテナント入退去面積に関しては当期の退去面積を上回る面積の埋め戻しを行い、2301平米の入居超となりました。事務所については、当期に退去のあった7物件のうち品川を除く6物件でおおむねダウンタイムなく埋め戻したほか、1年以上空室となっていた豊洲の一部区画や御堂筋についてもようやく埋め戻すことができました。一方、リーシング注力物件でお示ししている通り、次期以降5物件で稼働率が 95% を下回る見込みです。したがってこの5物件を中心に早期に稼働率を回復させるためリーシングに注力してまいります。足元ではレントギャップが縮小し、賃料増額改定による内部成長が難しくなっている状況にありますので、分配金300円超のアップサイドが見込まれるリーシング注力5物件の空室埋め戻しにより内部成長を牽引していきたいと考えています。当期もマーケット賃料が低下したため、テナント入れ替えや賃料改定の交渉は厳しい状況が続いていますが、契約ベースの月額賃料は前期比で140万円増加しました。一方、契約賃料単価は2020年9月以来空室だった豊洲のワンフロア持ち分ベースで450坪という比較的大きな面積について、ポートフォリオの平均契約賃料単価を下回る賃料で制約があったため 111.6 ポイントから 111.3 ポイントに下落しています。続いて外部成長ですが、有料オフィスビルの物件情報は限定的であり厳しい取得環境が続いていますが、当期はブリッジスキームを活用し優先交渉権を確保することができました。今後は優先交渉権を有する有料物件の取得実現と保有物件の売却に向けた活動を継続して、ポートフォリオの質の向上のための資産入れ替えに取り組むとともに、当社の持つ多様なソーシングルートを最大限活用し、収益安定のための継続的な資産規模拡大に注力してまいります。昨年11月17日から今年の2月28日にかけて合計 12,888 口、約15億円の自己投資口を取得しました。その後3月22日に取得した投資口をすべて焼却し、発行済み投資口数は948,996口となりました。フリーキャッシュ約15億円の活用により、一口当たり分配金は30円、1.3% 相当増加し、一口当たりNAVは268円上昇しました。